薬凶、薬莢、薬莢、薬莢とも表記されるは、銃砲の発射薬を詰める容器であり、これを用いると、弾頭や火薬を銃砲へ迅速に装填することができる。また、発射薬を湿度や乾燥など、環境の影響から保護することも、薬莢の重要な役割である。現代では、薬莢は、真鍮や軟膏などの金属で作られている場合が多い。 金属薬莢の利点は、発射時に発生する、高温、高圧ガスの漏れを防ぐことができる点にある。現代の重機は、雷管、発射薬、弾頭がセットになった薬莢を用いる製品が大半を占めている。薬莢式の銃を発射すると、発射ガスの圧力で薬莢が膨らむ。膨らむことで、薬室内部に張り付き、発射ガスを漏らさないよう密封する。これにより、 発生したガスを有効に利用することができる。膨張して薬室に貼り付いた薬莢を容易に取り出せるように、薬莢底部にはリム、臨場の貼り出しが取り付けられており、有底に取り付けられた肺、サヤ棒と噛み合うようになっている。一般的に利用されている薬莢には、発射薬に着火するための来ンの位置や種類によって、バリエーションがある。重要来ン種類も参照。 かつては、針打ち式、ニードルファイア系、カニ目打ち式、ピンファイア系、電気発火式、航空機関法用などといった、多種多様な発火方式の薬莢が存在したが、現在一般的に利用されているのは、金属薬莢の底部中心位置に雷管を挿入し、これを叩いて発火させる方式のセンターファイア方式と、薬莢交端外周のリム部を中空構造として、 その内部に雷光などの発火薬を詰め、リムを叩いて発火させる方式のリムファイア方式である。リムファイア方式は、リム内の発火薬を均一に詰めることが未だに難しく、センターファイア方式に比べて不発が出る確率が格段に高いことや、雷管が一体になっているために、火薬、弾頭、雷管を詰め替えて再利用すること、リロードができないなどの欠点がある。 しかし、単純な構造で大量生産に向いた構造で、価格が非常に安いため、民生用途では、センターファイア方式より広く普及している。また、センターファイア方式の薬莢には、挿入される来ンのタイプによって、ベルダン式とボクサー式の2種類が存在し、欧州大陸の軍では、ベルダン式が、英米系の軍では、ボクサー式が使われており、日本では、旧軍が、 ベルダン式、式自衛隊が、ボクサー式を使用している。大口径の方では発射薬が多いこともあり、漏えいする以上の発射薬を用いて、威力の問題を解決できたため、薬莢の採用は遅れたが、発射薬が黒色火薬から無塩火薬に進化し空圧が上がってくると、次第に薬莢が採用されるようになった。金属薬莢式の方を、鞘砲、強砲と呼び、 砲弾とか薬、薬脳が分離しているものを、脳法と呼ぶ。鞘法はさらに、弾頭と薬莢が固定されている、固定薬莢法、完全弾薬頭と、弾頭と薬莢が固定されていない、分離薬莢法に分けられる。工作精度の向上による、機密性の向上もあって、現在では、鞘法と脳法は並存している。固定薬莢式は装填動作が回で済むので、 自動装填装置の導入による連射速度の向上が容易であるが、その分砲弾の重量と全長が重むので、大口径法には不向きである。脳法や分離薬局法では、砲弾と装薬をそれぞれ1回の動作で装填する。大口径法では、薬脳を複数に分け複数回かけて装填する場合もあるため装填作業自体にかかる労力は小さくなるが、 作業の回数が増える分電車速度が低下する。また、装薬量の加減によって射程を調整することも可能である。一般的に発射速度が重視される戦車法や対戦車法、降車法、機関法などで固定薬局法が多く、官報、特に手法などの代行経過法では、装填時の労力軽減を図るために農法が多い。しかし、ドイツ海軍では、 合計28センチメートルの艦砲でも鞘砲を採用していたし、農砲の戦車砲も存在する。榴弾砲や可能砲の場合は、後継や国によって方式がやや変わる。西側では、比較的小型軽量な105ミ、mm、リメートル榴弾砲では、分離薬強砲が155ミ、mm、リメートル以上の大後継砲の場合は、農砲がそれぞれ主流である。これに対して、ソ連ロシアでは、 合計 122mm、130mm、152mm の火砲については分離薬莢砲が主流であり、合計 203mm の 2S7 ピオン 203mm 自走カノン砲については農砲である。構造上及び運用上、一般に迫撃砲、ロケット砲は薬莢を使用しない。最初期の金属薬莢であるリムファイア式薬莢は、 銅板を深絞りプレスで形成する技術が確立されたことで大量生産が可能となり、初めて実用化された。センターファイア式薬莢が発明された当時は、これを一体成形する技術はなく、薬莢器具だけを真鍮で作り、筒状に紙を巻いて糊付けした部品をはめ込む方法で製造されていたが、やがてプレス技術がこれに追いつき、一体成形された前。 金属製のセンターファイヤ式薬莢が実用化された。第二次世界大戦中には1ヶ月の生産量が3億個を超えた国すらあり、製造速度の高速化が求められ続けてきた。2000年以降の最新式の製造装置では、毎分1000個の薬莢を製造できる装置すら存在するが、その製法は19世紀後半に確立されたものと大差はない。 薬莢器部に厚さが必要なセンターファイア式とすべて均等な厚さのリムファイア式の差はあるものの素材を円盤状に打ち抜いて数回のプレスで円柱状に成形する段階までは両方式ともに同じであるこの後の工程ではリムファイア式はリム部の成形と発火薬の充填が行われセンターファイア式ではリム部と雷管を挿入する穴を切削したり ネックが絞られる場合は、首絞りプレスが行われる。なお、工業技術が未熟な地域で密造される弾薬などは、金属の棒を規定の長さに切断してから旋盤で削って製造されている。この方法では大量生産の需要は、到底満たせない上に、プレス加工によって製造された薬莢に比べて、脆く割れやすい薬莢になるため、 低空圧の拳銃弾程度までしか製造できない。金属薬莢では発射薬が直接に封入されるため、発射薬と反応しない安定した材質が用いられた。伝統的に用いられている材質は、冷感加工性に優れた真鍮など同型の合金で、あるが、銅は比較的高価であり、亜鉛も産地が偏在しているため、より安価な軟航で軍用の薬卿を製造することが、 施行され続けた。しかし、二十世紀前半までのプレス加工技術では、南高薬莢の製造は困難であり、多くの諸国では、平時の演習などで使われた、空薬莢の回収を兵士に求めており、特に資源に乏しかった日本軍では厳密な回収が求められ、薬莢を紛失した兵士が過酷な制裁を受ける伝統が存在した。これとは、対照的に、 豊富な資源と生産、平坦能力を誇る米軍は演習での空薬莢の回収をほとんど行わなかったため、日本や韓国の米軍演習場周辺では、空薬莢拾いで生計を立てる人たちがいたほどだった、ジラート事件を参照。第二次世界大戦下のドイツでは、銅の節約のために当時世界最高の水準にあった、プレス加工技術を活かした軟膏薬莢が実用化され、 戦後ドイツの技術を得たソ連は、純鉄に近いほど柔らかな軟膏素材で 1K-47 用の 7.62X39mm 弾などを大量生産したため、旧共産圏の弾薬の多くは、軟膏薬莢が主流となっている。旧共産圏製の軟膏薬莢は、酸化しやすい軟膏を保護するため表面にコーティング剤が塗られ、 管に入った状態で配備されるものが大部分である。これら軟膏薬莢は安価であるため、回収の必要もなく、来管部も最重点の困難なベルダン式であるため、発射後に放置しておいても回収されて、再利用される危険性は少ない。放っておけば自然にサビの塊とかして、風化してしまうため、環境への負荷も小さい。また、弾薬を軽量化する目的で、 アルミ合金による薬莢の試作が行われ、この研究の過程で、ジュラルミンが発見されたことも広く知られており、アルミ製薬莢は高価ながら、現在でも使用されている。その特性は、真鍮よりも割れやすいため、全体を薬室が囲んでいる、回転式拳銃用の弾薬や、低空圧で知られる、USM-1 カービン用弾薬などに用いられた。 空圧の低い三段銃の相談では、全金属構造の製品は稀で、薬莢底部の未金属で作り、残りの全半部は厚紙やプラスチックで作られている。最近では空圧の高いライフル弾でも、同様の薬莢が開発されており、民間市場にも出回っている。新中薬莢よりも軽量であるが、外力に対する耐久性に劣り、内圧に C が柔らかい。 遠距離目標に対する命中精度も劣る。ドイツ陸軍のレオパルトニア、陸上自衛隊の90式戦車などに採用されたラインメタル車の 120mm 格好法では、精進薬莢精進薬器用が採用されている。精進薬莢は発射薬の燃焼とともに燃え尽きて、なくなってしまうニトロセルロース系素材、空圧に耐えるために薬莢底部の未金属素材で作られ、 発射後は底部のみが排出される。従来の戦車では、発射後の空薬莢の処理が問題となっていた。第二次大戦時の一部の戦車では、球団と排斎ヤのための小発地が、砲塔に設けられていたが、戦訓によりこれらが溶接されて塞がれると、戦闘中に空薬莢を処理するための余裕が失われた際には、最悪の場合車内の床に空薬莢が、 ゴロゴロ転がることとなり、戦闘行動に少なからず、支障を来すこととなった。戦後では、ソ連の戦車などに自動廃車や装置と使用済み薬莢を車外へ排出するハッチの設置が見られたが、これも NBC 環境下での弱点になるとして、一部はその後に塞がれてしまった。結局、空薬莢の問題は、精進薬莢の採用まで解決できなかった。 旧ソ連諸国戦車の砲塔には、精進薬莢が普及して、以降もなお、自走装填、廃車や装置と連動して開閉する車外、排出用ハッチが設けられているが、薬莢底部専用であるため、ハッチのサイズは必要最小限となっている。薬莢は、金属資源を消費し、廃車や動作により、連射速度を制限し、弾薬の重量と体積を増加させて、 補給と傾向に負担をかける。工作精度の向上とともに、薬莢を廃止して、これらの諸問題を解決しようとする試みがなされ、発射薬を特殊素材で固めて、弾頭と起爆薬を貼り付けた、ケースレス弾薬の研究が各国で行われた。ケースレス弾薬の問題点の一つとして、コックオフと呼ばれる、暴発現象がある。 発射薬の燃焼による熱は通常なら一部が薬莢に吸収された上で排出され、また薬室に熱が残っていても、次弾の発射薬はそれを覆う、冷えた薬莢によって保護される。ケースレス弾薬の場合は、薬室内が排熱不足に陥りやすく、さらにそこへ発射薬が直接触れるので、暴発のリスクが大きくなる傾向にある。最も実用に近づいたのは、 ドイツのダイナマイトノーベル社の弾薬と H&K 社の G11 アサルトライフルである。ドイツ連邦軍でも採用が決まりかけたが、コストや信頼性の面で難があり、採用されずに試作のみに終わり、東西ドイツ再統一により、計画は凍結された。なお薬の親液体創薬を用いた火器も薬莢を使用しないが、弾丸と発射薬が一つに、 パッケージされない点で蒸気のケースレス弾とは区別し得る。小銃弾は通常の弾薬と同様、薬莢の先端に弾頭を取り付けているが、ネックが絞られているため細くなっている部分が弱くなり、特に剥き出しの弾頭が変形する可能性が拳銃弾よりも高い。これらを解決するために研究されているテレスコープ弾というものがある。これは、 細い弾頭を太い薬莢に埋め込んで弾頭の後部、周囲に創薬を詰めるもので、弾頭が剥き出しになっておらず、薬莢に細くなっている部分がないために衝撃に強い。また、全長が短くなるというメリットがある。しかし、発射の瞬間に弾頭が、重心内部に接触していないため命中精度が悪くなるというデメリットがある。ただし、元より弾頭が、 重心に挿入されていないリボルバーやリボルバーカノンにはこのデメリットは意味をなさず弾をばらまく制圧射撃を胸とするために高い精度が要求されないそうでもさして問題視されない。現在、テレスコープガンを使用する正式銃は存在しないがアメリカで M249 に代わる新型機関銃が開発されている。薬莢の一部及びベルトリンクにポリマーを利用する。 ことで軽量化を図っている。薬莢の太さは50口径ほどで、弾頭は点5 6 x 4 5 m m ナトウ弾のものを流用している。発射機構はリボルバーカノンに似たものであると推測される。前装銃、マズルローダーの時代には弾丸と火薬は銃口から別々に装填されていた。日本では木製の筒型容器に一発分の弾丸と火薬を 組み合わせたものを携行し、装填の手間を短縮する方式が取られるようになり、これを早号と呼んだ。欧州では、不評の装備として一発分の火薬と弾丸を、ソーセージのように紙で包んだ、紙製薬鏡を使い、装填時にその一端を紙破り、中身の弾丸と火薬を装填する方法が十九世紀、中頃まで行われた。紙製薬卿は、パトローネ、パトロン、 神早いなどと呼ばれた。今日、放送用の褐色の紙を、ハトロン紙というのはその名残である。しかし、前操縦は伏せた状態や、射撃姿勢を維持したままでの装填が困難であり、不発が生じた場合の対処に手間がかかることから、火器が普及した17世紀頃から、各種の故装式、ブリーチローダー銃が考案されるようになった。19世紀初頭までに、 いくつかの実用的な後装式軍用銃が出現する時代が到来したが、依然として弾丸と火薬は別々の状態であり、5装式の形態も重心後部を切断して独立した薬室とする形状のものであり、回転式拳銃と同様に重心と薬室のつなぎ目から漏れる発射ガスを放置するデザインだった。中、回転式拳銃が アメリカ合衆国で特許を取得したのは1836年であり、これらご総銃の出現より後のことである。1836年にプロイセンでドライゼ銃が発明された。銅銃は弾丸、発射薬、雷管を紙製のケースで包んだ薬莢を重心鉱弾から装填し、ボルトを重心鉱弾に密着させて閉鎖する仕組みと、 後にボルトアクションと呼ばれる撃発機構を有し、完全ではないものの、発射ガスの漏れを防ぐことに成功した、最初の実用レベルのご操縦だった。同じ年に、フランスのカシミール・ルフォーシュによって、側面に小さなピンが突出した形状の、全金属薬莢である、ピンファイア式、薬莢から飛び出したピンの外観から、カニメ打ち式とも呼ばれるが発明され、 これを用いる重機が欧州から世界中に広く輸出されたため、日本にも多数現存している。ピンファイヤ式は最初の実用金属薬莢となったが、発火薬をつくピンが露出しているため暴発の危険が高く、より安全に携行できる後発の薬莢が出現すると急速に衰退した。1847年にはフランスのフロベールが 現代まで使われ続けているリムファイヤ式と呼ばれる一体型の金属薬莢を発明した。翌年には米国でロケットボールと呼ばれる弾丸内部に発射薬、大管を収めた形状の弾薬が発明され、1854年からボルカニック式連発銃として S&W 社から販売が開始された。しかし、 ロケットボールの構造には発射薬を増やせない限界があり、同社はリムファイア式の特許を買い取って、1858年から S&W ナ、no. ンバー1回転式拳銃用の弾薬として発売した結果、爆発的に普及した。その後、大行経過した44ヘンリーや最初の実用機関銃であるガトリング法用の 58ガトリングなどのリムファイア式弾薬が製造されて大きな市場を得たが無塩火薬の実用化とより低震性のある弾道を実現するための昇降計画の流れの中でより高空圧の弾薬が施行されるようになると薬莢器部を厚く作れない製薬のあるリムファイア式は徐々に衰退し現在では昇降系のものだけが生き残っている一方 プロイセンのライバルだったフランスでも、紙製薬莢と五艘式銃の開発が進められ、ほぼ完全にガス漏れを防いだシャスポージュが1866年に採用され、紙製薬莢を使用する五艘式銃は一応の完成を見たが、環境の変化に弱い紙製薬莢の欠点は克服されず、センターファイア式の金属薬莢が普及し始めると、痴漢されてその時代を終えた。 これら現在では消滅してしまったタイプの薬鏡のうち、紙製薬鏡、ボルカニック式、ピンファイア式の構造は、20世紀中盤に入ってから弾薬軽量化のために試作され始めた各種ケースレス弾薬のデザインの参考とされているものが参見される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。